Here is one tweet. The Japan Cricket Association has released a press conference for the World Cup. The short sentence reflects the feelings of all players and many others involved. But everyone knows that this is not a goal. Once again, let's start miracles.Oh. Please subscribe to the channel.2戦目がインド、3戦目がスリランカ。日本が入った4つって4つって3つが横綱だもん。見どころはどういうところが見どころなのか。だから僕からするとどのレベルで書きようかな。そのバッティングもそうだし、守備もそうだし、ボーラーの質もどの程度のレベルが来るのかなって出してくるのかな。極限の戦いっていうのも日本代表の子たちがいいことかとやれば、最初はもしかしたら手に負えないかもしれないけど、例えば何球か止めることさえできたの、なんか1点でも取れたくなってくると、それがどんどん入ってくるんで、慣れが出てきて、あっ、こうせなあかんのか、あっ、これやったらなんとかなるとか、もちろんアウトにはなると思うんですけど、彼らの中に経験として、そういうボーラーとか。どんどんその日の中でもレベルアップしていると思います。確かにちょっと U19 の注目選手が。でもやっぱりほら19歳最後に19のキャプテンマーカスでしょ。マーカスですかね、キャプテンなんで。マーカスさんはいくつ？じゃあ今言ったじゃん19歳。19歳だよ。酔っ払ってる。いやでも大事ですよ。やっぱ19歳もう一回。19歳ね。じゃあからキーパーなので。キーパーってなんで？キャッチャーみたいな。ああ。はい。そこからもちろん全部指示もしますし、まあ、ボーラーの、まあ、ボールを一番見れてるので、チームを引っ張ってて、打つ方でも彼はもちろん、まあ、メインのバッツマンで、マーカスは僕と一緒にやってる日本代表、フル代表の子からすると、もうね、下の子、もうなんか末っ子みたいな感じで。からそれがやっぱり今回日本代表の U19のキャプテンとかやって責任感だったりとか、そういうのをやってまたそういう成長、なるほど、それも含めてちょっと注目、キャプテンシーとかね、そういうのとかやっぱりそのチームを引っ張っていくっていうことをして初めてその出てくるその資質みたいなの多分あると思うので。